富士山には自然の大きさや神々しさを感じます。同じように滝にも神秘的な美しさがありますよね。こんにちは、リノです。今回は富士山のふもと河口湖にある絶景キャンプ場、リトリートキャンプまほろばの魅力をお伝えいたします。富士山を望む最高の立地に加えて、シャワーやカフェなどの施設が充実していて、さらに近くにパワースポットがたくさんあって、周辺散策も楽しめる、まさに一石三鳥のキャンプ場です。キャンプ場から白滝林道を登っていくと、富士山を望む天空の鳥居があって、さらに山へ入っていくとマイナスイオンたっぷりの母の白滝があります。滝の上流は緩やかな流れになっていて、木漏れ日が降り注ぎ、とても気持ちがいいです。キャンプ場から30分くらい歩いただけですよ。この道は登山道につながっているので、山登りをすることもできます。山の中を歩くと心が元気になります。体の記憶が原始の頃の生活を思い出しているのかもしれません。緑の匂い、水の流れる音、足の裏に感じる柔らかい土の感触、手で木々をかき分け、目の前の物事だけに集中すると脳が活性化して心も元気になります。自然の癒し効果は絶大です。山から河口湖の湖畔まで降りてくると、湖と空と富士山だけの素晴らしい景色を見ることができます。私はここで初めてドローンを飛ばして撮影してみました。河口湖には温泉もあるので、キャンプの後に温泉に入るのもおすすめです。富士山を見ながら温泉のお湯に浸かる、最高に贅沢な時間ですよね。リトリートキャンプまほろばから見た朝焼けの富士、白い雪に太陽の赤い光が当たって、雲海のように紫色の雲がたなびいていて、とても美しいです。リトリートキャンプまほろばは豪規格のキャンプ場、展望デッキからは富士山と河口湖の街を見下ろすことができて、テントサウナやジャグジーも併設されています。売店も品揃えが豊富で、とても便利です。私のおすすめはカフェミルポワ、名物の牛すじ焼きそば、ものすごく美味しかったです。快適すぎてキャンプ場にいるってことを忘れちゃいます。富士山を目の前に望めるキャンプサイト、冬の富士山は雪が太陽に反射してとても美しいです。私が利用したのは林間サイト、キャンプ場の中では一番高台にあって、景色もいいですし、夜になると河口湖の街の明かりがキラキラと美しい夜景になってくれるので、夜になるのも楽しみです。リトリートキャンプまほろばには他にオートサイトやテントサイト、トレーラーハウスやスモールハウス、ウッドデッキ付きの常設テントやパオなど、手ぶらでもキャンプを楽しめる施設がたくさんあるので、
初心者や女子でも冬キャンプが楽しめるキャンプ場です。私が施設で驚いたのはシャワールームがたくさんあって、それがすごく綺麗なこと。グランピングもできる場所なので、ホテルのような居心地に大満足でした。普段している野営キャンプとは大違い。なんせ蛇口をひねれば熱いお湯が出てきます。湯たんぽだって火にかけずにすぐに暖かくなってくれる。不便な野営キャンプも大好きですが、たまにはこういう快適なキャンプもご褒美みたいでいいですね。焚き火をつけたのはもう太陽が沈みかけた頃。快適なキャンプとはいえ冬キャンプ、焚き火の火がなければ凍え死んでしまいます。焚き火の火はゆらゆらとゆっくり燃えて体を温めてくれるし、料理もしてくれる。そして太陽が沈んで真っ暗になったら明かりとしても活躍してくれる。火を眺めていると不思議と安心するのは、 F 分の1の揺らぎだけではなく、火を扱うようになって進化してきた人類共通の記憶、思い出が私たちの体の中にあるからなんでしょうね。リトリートキャンプまほろばの魅力は夜。歩道の足元がきれいにライトアップされ、その明かりと焚き火の明かりでとてもロマンチックな空間になります。眼下には町の明かりが河口湖の湖面に反射して美しい夜景を見ることができます。そんな景色を見ながら夕飯の準備。寒い冬には鍋が一番。白菜と豚肉のミルフィーユ鍋を作ります。白菜の葉の間に豚の薄切り肉を挟んで、そのままグツグツと煮込めば出来上がる。簡単だし野菜もたくさん食べられるし美味しいので、私の冬の定番料理です。料理酒の代わりに富士の地ビールを入れて、乾杯。いただきます。一足先に乾杯です。グツグツ煮込んだミルフィーユ鍋もできました。いただきます。湯たんぽをテーブル代わりにして熱々のお鍋を食べる。目の前には焚き火と美しい夜景、贅沢の極みです。ずっとずっと眺めていたかったけれど、やっぱり寒くて早めに寝袋の中に入り込みました。翌朝、日の出前の空が明るくなり始めた頃、いつもよりも早起きの朝です。紫色に染まる空のグラデーションと雪をかぶった冬の富士山が本当に美しくて、時を忘れて見とれてしまいました。とはいえ
朝は気温が下がって寒い。この日の朝はマイナス1度まで下がって、霜が降りてうっすらと氷が張っていました。焚き火でお湯を沸かして温かいカフェオレを飲んで温まりました。朝ごはんはうどん。冬の寒い朝はやっぱり温かい汁物がいい。うどんは簡単で美味しいし、ポカポカと温まるので、私の冬キャンプの朝ごはんの定番です。富士山と河口湖と夜景が楽しめる絶景のキャンプ場、リトリートキャンプまほろば。いつもとは違う快適を極めたようなキャンプで、心身ともにリトリートされて元気になりました。最後まで見ていただいてありがとうございます。